皆さんこんにちは。婚活バディ、ヒロジュンです。やっぱり結婚なんかせんかったらよかった。これ、婚活して結婚した後に絶対言いたくないですよね。そうでしょじゃあ、どうやったらこういう事態を避けられるのか、私は答えを知ってます。今回の動画では、結婚なんかせんかったらよかったっていう事態を避けるための 方方法と考えをを具体例を挙げながらお見合い結婚13年目の日常これが数日前に起こったエピソードねそしてそのエピソードをもとに結婚なんてせんかったらよかったとならないための具体的な方法2つと考え方そして最後まとめという流れでいきますこの動画を最後まで見てもらったら 今失敗するのが怖いと思って婚活二の足踏んでる人とか思い切って前に進めない人は自信を持って軽やかに婚活できるようになります。数日前に起こったた事件それ絶対言うたらあかんやつってことを旦那さんが言いました最近ねちょっと分けあって私お料理頑張ってるんですよ。で お昼にね、私ご飯食べようと思って、何食べようかなと思って、旦那さん、あ、お買い物行っておれへんなと思って、で、うん、あ、昨日の残りの玉ねぎピースご飯、これ新作なんです、私の。<laughs> まあ、あの本見て作ったんですけど新玉とグリーンピースと揚げさんの炊き込みご飯がねすごい上手にできたんですそれ昨日の晩食べててそれとかぼちゃの塩煮これは私の愛用の大道伝鍋で作ったやつですであとえー、っと今作った鶏ハムこれも伝鍋でね低温で時間かけてゆっくり鶏胸肉をヘルシーに柔らかく仕上げた。 自信作なんですよそれがさっき出来上がったからあそれ食べようと思って食べてすっごい上手にできてたんですよ鶏ハムがジガジさん。わあらかくできたわーって思っててほな旦那さん帰ってきたから「ご飯どうすん?」「まだ食べてない」って言うから「ほな私これ食べたで」って「玉ねぎピースご飯とかぼちゃの塩煮と鶏ハムハムできたてやでー」ほな食べる」って言うから「ふ、うん」言うて。 で、私なんか用事してたんですよね。そしたら、旦那さんご飯向こうで食べてて、うんまーって声が聞こえたんですよ。で、私、せやろー言うて、当然さ、鳥ハムやと思いますよね。で、ね、私何の気なしに、パッて見たんですよ。ほなら、旦那さんね、何食べてたと思います今、自分が買ってきた、セブンイレブンの 唐揚げ棒を食べてたんですよどう思いますそれで「うん、ま!」言ってるんですよ。でね、私言ったんです。それ絶対言うたあかんやつって思うでしょせやけどね、これ旦那さんにはね通じない可能性があるんですよ。そういう人なんです。で、私わざわざ行ってあのさ、これ私作ったやつ作ったやつ作ったやつ唯一作ってない唐揚げ棒食べて うんまっっってててて言言はるよ「<laughs> これってちなみに離婚原因になってもおかしくない話やと思うで」って言うてな <laughs> もう爆笑よ私だ, <laughs> だってさ「アホや!」思って普通言えへんで言うか言うたあかんやん分かるやん <laughs> これ聞いてねどう思います他人事やから笑えますあるいは自分事やったらどうですか はっきり言うてね、この唐揚げ棒事件って結婚なんかせんかったらよかったってなってもおかしくないと私思うんですよ。一生懸命ご飯作って私何のためにやってる私の時間どないなる私の時間ただちゃうでっていつも思うんですけど。でもね、今回そうはならなくて爆笑なんですよ。昨日もね、この唐揚げ棒をネタにして笑ってました。では、本題ね、このエピソードをもとに 結婚なんかせんかったらよかったってならないための具体的な方法を2つお伝えしていきます。この唐揚げ棒事件ね、その場面だけ見たらわかりにくいけど、人はね、時間の流れの中で生きてるから、一場面だけを切り取ってね、ああだこうだ言うのはね、ナンセンスなんですよ。まあ行きますね。方法1つ目。ここ重要です。方法はね、婚活中に売っておく必要がある対策なんです。行きますよ。交際中に お相手の良いところをメモっておくことこれは心のメモじゃなくって物理的なメモですあるいはスマホねスマホのメモとか紙のメモとかでそれをしょっちゅう見るそしてそのお相手の良いところを当たり前と思わずに毎回ちゃんとキャッチする書くだけじゃダメなんですよ毎回ちゃんとキャッチする自分でいる 人ってね、なんていうか、ないものねだりっていうか、欲深いというか、最初はね、ありがたいとか思ってたものも慣れてしまって、当たり前になってしまうんですよね。例えばさ、水道をひねったら水が出る。それが当たり前。水なんてあって当たり前。ってなってるけど、でもいざ断水とかになって水が出なくなったらさ、その水のありがたみを思い出すわけじゃないですか。人ってそういう生き物ですよね。 常にあるものは当たり前になって逆にないものに目を向けてあれがないこれがない足りないそしてイライラしたりもやもやしたりしんどくなったりそらないものを見たらそうなりますよね例えばね私これ実際やってたんですよ旦那さんと交際中に私何をメモってたと思いますか私はね旦那さんのいいところありがとうが言える そして誠実であろうとする姿勢がある <laughs> そんな感じ誠実とは言わんかっただってさ時間守らへんし約束忘れるし言うたことも忘れるしスケジュールしてたこともなんかなかったことになるしみたいな誠実とは言えないけど誠実であろうとする姿勢は見えるっていうそこ旦那さんの良さ。 <laughs> でもね「ありがとう」はめっちゃ言える人やなっていうのをすごい最初に思ったんですよでそれをねメモってたんですでそれを交際中も何回も見返してましたなのでねさっきの唐揚げ棒事件の前日の夜ですよね「玉ねぎピースご飯私にとっての新作本を見て作りました」それを旦那さんは絶賛してくれました「この玉ねぎ新玉で作ったんですけどめっちゃ甘い」で子供にも「食べ食べ食べ」って言って「ありがとう」って言って「 言っててくれてましたでそれを私はちゃんんとキャッチしてたんですよそれがあっての唐揚げ棒事件やから爆笑なんですよねせやけどこれね旦那さんの「ありがとう」という言葉が日常何回も聞くわけやから当たり前になってちゃんとキャッチできてなかったらどうでしょうか結婚生活ってそうなりがちですよね。あるいは交際期間が長いカップルとかもそうかもしれないです。 なので、その結婚生活に入る前に備えておくわけですよ。まだありがたいなぁと感じられてる時点でメモる、そして見る、思い出すみたいな忘れてまうから、人ってそういうもんなんですよ。ぜひやってください。じゃあ方法を2つ目いきますね。ここもめちゃめちゃ重要です。これはさっきのメモる以前の対策になります。タイミングとしたら婚活を始めた段階です。 結婚することによって私はどうなりたいのということを明確にしておくこと。そしてそれに沿ったお相手を探すこと。例えばね、私の場合、結婚に対して求めていたことは心の平穏だったんですよ。それまでどっちかというと、 アグレッシブな人生を送ってきたので37歳でね婚活始めたそれ以降についてはひとまずベースとして心の平穏欲しいなとそれがあった上でのアクティブにチャレンジとかそういうことをしたいなっていう感じがあってなんせ私が手に入れたたいもののは心の平穏だったんですよなのでそれに沿って穏やかなのんびりした今の旦那さんと結婚したわけです。 でね、のんびりしてはるから、言うたらあかんっていうことにも気が回らずに、から揚げ棒を食べて、うまーとかなんか言うてまうんですよ。それだけのことなんです。何事も表裏一体ですからね。穏やかでのんびり、やからこそそういう事件が起こってる。せやけどさ、私、それまでに旦那さんの、穏やかのんびりっていう部分のさ、恩恵、めっちゃ受けてるから。そしてこの先も、そうやから。 だから唐揚げ棒事件でこんなんやったら結婚なんかせんかったらよかったじゃなくって爆笑になるわけなんですよ。では次に考え方いきますね。独身時代と結婚してからは別ステージと捉えること今まで生きてきた延長線上に結婚結婚生活っていうステージがあるんじゃないんですよ。 終わって全く別物なんですよ一人ではなくって二人の生活、人生になっていくんです個人戦ではなくチームプレーになるっていう感じルールが全く違うんですよ自分が A とするならお相手は B で結婚する、人生を共にするっていうのは A でもなく B でもなく重なり合う C という部分を一緒に見出していく、あるいは作り出していく、そこを一緒に楽しんでいくっていう、そのルールなんですよ。楽しんでいくって言ってもね、このアハハハハとかそういうことじゃないですよ。泣いて笑って喧嘩してみたいな、そういう色々あるっていう楽しみのことね。なのでね、今までの生活と比較するのはね、ナンセンスなんですよ。ルールが違うんやから。 全て一人で決めて自分の好きなように過ごしてきた時間とは全然別物なんです。びっくりするような言動をする自分以外の存在がいてだからこそ変化があって楽しいという考え方。一人の時はね自分が洗い物しなかったら流しには食器がどんどん溜まっていくんですよ。 なんかパッと見たら「あれ綺麗になってる洗ってくれたありがとう!」とかさそんなことは起こらないんですよ。仕事から帰ってきたら部屋開けても朝出た時と同じ状態の部屋があるだけなんですよ。この同じことの繰り返しの毎日をあと何年何十年やんのって私思って「嫌や,やんなと」と変化が欲しい。 新しいステージで生きてみたいと思って私結婚したんですよで今あの時決断して結婚して良かったなって私は思いますちなみにねさっきの唐揚げ棒事件こんなね些細なことであえて些細なことって言いますけどもそんなんでイラッとするのはね普段自分の心が満たされてないからなんですよ 例えばこんな感じせっかく忙しい中作りたくもないご飯作って洗濯もして掃除もして子どもの世話もして我慢してやってんのに何なん,なん私ばっかりみたいなこんなに我慢してるのにキーみたいな言うときますけどねこれって自分が勝手に我慢してるだけなんですよ。我慢するる前提で結婚生活送ってるのは 自分ですから妻とはこうあるもの母とはこうあるべき周りからは素敵な奥さんって思われたいで我慢しなければならない項目を自分でいっぱい勝手に作ってるんですよもう昔の私やんっていうねそんなんね誰からも強要されることじゃないんですよ 嫌なもんは嫌って言うていいししたくないことはしなくていいんです念のため言っておくとここで言いたいのはね何にも我慢しなくていいっていうことではなくてね我慢する前提で生きる必要はないっていうことが言いたいんです前提の話そんな前提はいらんという話当然ながらね世の中一人で生きてるわけじゃないから我慢せなあかんこともある 公共の場で大きい声出したくてもそこは我慢するよね出したらあかん当たり前迷惑そういうことをね言ってるんじゃないんですよ基本は自由ね前提として我慢があるんじゃなくて基本前提は自由なんですよその中で全体のことを考えた時に自分自身でバランスをとっていく婚活でもねよくあるんですよもう 勝手に自分で小さな我慢を積み重ねて積み重ねてもう無理ですみたいな。これめっちゃ多いんですよね。でもそれね、勝手に我慢してるだけなんですよ。そこに気づいた方がいい。で、そんな感じでしなくてもいい我慢を自分で重ねて自滅してる感じなんですよ。これほんまにもったいないんです。自分自身のベースが整ってないっていう感じなんです。自分を整えるのは 自分しかいないなですよそこを大切にすれば婚活も結婚生活も大丈夫なんです。ではまとめていきます。さてやっぱり結婚なんかせんかったらよかったという結末を避けるための方法や考え方は伝わりましたでしょうか結婚相手選びつまり結婚はねスタートさえミスらなければある程度の方向性さえ合ってたら ななんんとかなるんですよ言うてしまえばね自分は何のために結婚するのかそこをちゃんと明確にしてそこに沿ったお相手探しをしてそしてそのお相手のいいところをちゃんとメモって日々キャッチしてたら大丈夫ってことなんです。まあ結婚してからねもしね結婚なんかせんかったらよかったっていうことがあってもさっき言うたことをやってたらね後から挽回できるんですよ。 私何回も挽回してきました。っていうことは、まあ過去にね、結婚なんかせんかったよかった、離婚する、もう嫌やとかね、何回も言うてるから。<laughs> でも今は、唐揚げ棒事件があっても大爆笑ですよ。<laughs> 婚活中ってね、失敗するのが怖くって、気持ちが重くなったり、先に進めなくなったりするじゃないですか。でも今日話した方法を知ってたら、安心じゃないですか 人生は有限です。思い切っていきましょう。結婚には潔さが必要です。勢いが必要です。特にアラフォンは。人生何が起こるかわからないですけどね。すべては自分次第なんですよ。十分が変われば世界は変わる。十分を変えて違う世界でいきたいと思うあなたは。ぜひ説明欄を見て、ヒロジュン公式ラインに登録して特典動画を受け取ってください。 では最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。じゃあまた。